ホセルこと、ホセルイス・サンマルティン・マトは、ドイツ・シュトゥットガルト出身のスペイン人、サッカー選手。ポジションは FW。デポルティーボ・アラベスに所属している。2002年からセルタビー後の下部組織に入団し、2004年からは、セルタの B チームでプレー。2009年には、トップチームデビューも果たした。2009年夏の遺跡市場で、 レアルマドリード・カスティージャに移籍した。2009から10シーズンはセルタにレンタルされ、トップチームで24試合に出場し、4得点を挙げた。翌シーズンはカスティージャへ加入し、シーズン14得点を記録した。レアルマドリードのリーグ最終節である UD アルメリア戦にて、後半85分にカリム・ベンゼマとの交代でプリメーラ・ディビシオンデビュー、その2分後には、 クリスティアーノ・ロナウドのアシストから得点も上げた。2011年12月20日のコパデル・レエス・リー、SD ・ポンフェラディーナで二度目となるトップチームでの出番を得ると後半78分に再びゴールを奪った。2011から12シーズンは36試合で26得点を記録、セグンダ・ディビシオン B の得点王となり、セグンダ・ディビシオンへの昇格に貢献した。 2012年8月、ドイツ・ブンデスリーガの TSG1899、ホッフェンハイムへ完全移籍2013年7月、アイントラハとフランクフルトへ、レンタル移籍2014から15シーズンは、ハノーファー96へ完全移籍2015年6月16日、ストークシティ FC へ完全移籍2017年から2シーズンは、 入荷するユナイテッド FC でプレー。2019年7月15日、デポルティーボアラベスト3年契約を締結した。ありがとうございます。